のミニドラマ、お客様と店長のロマンチックモーニング、第16話。それで店長さん、何でございましょう。私意外と漫画好きで、気に入ったコミックはアキコミックと名付けてめでてるのよ。さようで。このお店にはアキコミックになりうる本は売ってるのかしら。ん？ないの？もちろん、この店に売っていないものなどございません。店長さん、お客様。店長さん、お客様。店長さん、お客様。じゃあ私、絵がすごく得意だから、好きな漫画の似顔絵を描くわね。すでに紙と鉛筆は用意してございます。よし、サラ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 、おサラサラサラ、おサラサラサラ、このイケメンは、どう？わかった？主人公の風格を持ちながらも、実は名脇役、シャープな眼差し、熱いハート、今度こそ間違いない、伝説の大ヒットコミック鬼滅の刃、水の呼吸富岡義勇でございますな。天才バカボン。え？バカボンボン。このイケメンは富岡義勇じゃなくて、バカボンのパパ。ちょっと美男子に書きすぎたかしら。いや、ちょっと、手に持っている刀はノコギリよ、ノコギリ。ほら、バカボンのパパって植木職人でしょ。え、そうなんですか。いやーね、それくらい常識じゃないの。常識。ちなみに赤塚不二夫先生によると、ええ、バカボンのパパはバカボンのパパであることが仕事なんだそうです。なるほど、バカボンのパパだからパパなのだというですね。あれ、なんかバカボンのパパに見えてきたのだというですね。ただテレビアニメ化するにあたって、主人公が無職じゃまずかろうということで、いろんな配慮があったわけですね。なんか植木職人という設定が作られたらしいですよ。なるほどね。アニメでは確かになんかこう聞き切ったりしてましたもんね。あの腕利きの職人というね、設定がありましたよね。そういうことか。バカダ大学卒業です。バカダ大学。で、まあ、その富岡義勇さん。富岡義勇様、かっこいいんですよね。かっこいいよ。こう、口と鼻から呼吸をふそっと出している。ね、あの鼻から出ているのは鼻毛だった。やめて、違うから。違いますわ。ちょっとあなた、鬼滅の刃ファンを敵に回したわよ、今。恐ろしいことでございますね。でも、バカモンのパパも好きですけどね。どちらも素敵な男性かと思います。はい。そんなこんなで。何の話？ひどい。というわけで、明日も朝から。